今日の夜ご飯はこちらですね。ナッシュのお弁当でございます。鮭のマッシュポテトアヒージョ食べてみようと思います。もうねレンチンしただけでここからねすごくいい香りが漂ってきております。楽しみ。それではオープン。おお、美味しそう。メインの鮭のほかブロッコリー、じゃがいも、ナス、インゲン、ベーコンとかかな。いろんな野菜も入ってますね。いただきます。柔らか。うん、うまい。まあ鮭の塩気もちょうどいいし、おいしい。鮭の下にマッシュポテトが入ってました。もう付け合わせもおいしいんだが。ごちそうさまでした。めっちゃおいしかった。はい、できました。それでは夜勤明けにいただくのはソーセージとスクランブルエッグのこちらのお弁当でございます。もういい香りがすごい漂っております。なんかホテルの朝食の香りみたいな感じこちらは6月の朝ごはん用の新メニューみたいなんで、まあ、朝に合うようにあまり重くない感じなのかなっていう印象があります。いただきます。どれかにしよう。ほうれん草のソテーかな。うわ、うまっ。甘くて美味しいのソーセージをいただきます。うん、うまっ美味しい。冷凍してあるソーセージどんなだよって食べる前想像してたけど、めっちゃ美味しい。噛んだ瞬間パリッとするし、丁寧に焼いて茹でた後みたいな、そういう美味しさがある。味もしっかりしてて、このソーセージとしてめっちゃ美味しい。まずブロッコリー、
冷凍でチンするのにさ、野菜がシャキシャキしてるんだよね。不思議かつ素敵だなと思う。普通びちゃびちゃになっちゃうね。このお弁当さ、美味しいだけじゃなくて栄養バランスも考えられてて冷凍保存もできるから、すげー便利だなってやっぱ感じますね。ごちそうさまでした。夜は四川風エビのピリ辛をいただきます。エビのいい香りが漂っております。オープン。おー、美味しそう。めっちゃいい匂い。エビチリっぽいのと肉団子かな、あとシューマイなど付け合わせがあります。いただきます。いただきます。エビちゃんからいただきます。美味しい。四川風って書いてあったから結構辛いのかなって思ったけど、ピリ辛が好きな人とかはちょうどいいかなって感じです。エビは小ぶりなんですけど、プリプリで甘辛、ピリ辛甘辛みたいな感じで、僕はすごい好きですね。これね、ビール飲みたくなるわ。健康的な食事つってのにでもそれくらい美味しいなって感じます。この食事ではお米食べてないんですけど、僕ご飯なくてもね結構お腹いっぱいなのよ。メインだけじゃなくておかず、他にもおかずがあっていろんな食材使ってるから、だからお腹いっぱいなのかな。正直お米なくてもお腹満たされる、かつうまい。このナッシュのお弁当は専属のシェフと管理栄養士さんがメニューを開発してるらしくて、味にもねすごいこだわってるみたいですよ。自分で作るご飯も好きだけど、でもこうやって美味しいものを手軽に食べれるのはねやっぱ嬉しいわな。昔はご飯作りたくない時って言ったらコンビニで弁当を買って、飲み物もちょっと買っちゃって、ついでにアイスも買っちゃってまああるいはスーパーで惣菜を 2,3 種類買っちゃって1000円近くいっちゃうみたいな、なんかねそんな日がすごい多かったな。その頃にさ、こういうの知れてたらよかったなって食べながら思った。残業で疲れたりさ、夜勤明けでもなんか自律神経がおかしくなってると、ついつい食べ過ぎちゃったりさ、食べ物が炭水化物ばっかりになっちゃったりとか、そういうのってすごいあると思うんだよね。まあ労働者あるあるだと思うんだけど、やっぱね健康が一番ですよ。健康しか勝たん。ごちそうさまでした。今回はナッシュさんとのコラボ動画でした。以前から名前だけ知ってたんですけど、今回はありがたいことに商品をいただけることになりまして、本当に手軽で美味しくって素敵なサービスだなと感じました。健康的な食事っていうのがやっぱり僕は嬉しいなと感じてます。メニューは全部で60品もあって、新メニューも毎週3品追加されるみたいです。10食プランだと1食あたり599円で購入できるのと、さらに簡易割引制度で買えば買うほどお得になるとのことです。今回は期間限定クーポンで初回購入から3回目までは1000円オフで購入できるみたいなので、気になる方は概要欄の専用 URL からぜひホームページを覗いてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。おつまろっ。